あ、ちょっとあの、マスクを取らせてもらいます。はい。あの、無観客時代ですからね。えー、私はレック専任講師、弁理士の宮口といいます。どうも、おはようございます。こんにちは。こんばんは。はい。今日はですね、あの、これです。はい。はい。えー、ついにね、担当レボリューション出ましたよ。えー、えー 担当レボリューションがね。ついに出たという感じですわ。2021年向けがね。あでまあ、どういうところに特徴があるのかねえ。これはあのまあ、担当レボリューションですから、担当革命という意味なんですけどね。何が革命なんだっていうところがね。やはり皆さんの興味があるところだろうと思います。 そこでまず私があアピールしたいポイントその1がですね、えー、まずここまで気合いの入ったあ担当・覚問対策は他にあるだろうかっていうところがですねえー、あの言いたいですなのでここまで気合いの入ったかん担当・覚問対策がもしあ,あったら教えてくださいえー あのないと思いますから、えー、自信がありますで仮にですよあ,のあった場合には私に言ってくださいなぜならばまあこれはもうしょうがないですけど来年それをを上回るものを提供していきます、えー、常にそういう姿勢で私は望んでますからもし私のタンレボを超えるものがあったら言ってくださいさらにそれを超えていきますねということで現状ないんですよ。うん じゃあなんでないのかというとねえまずあの宮口講師の人気担当スプレッドシートを織り成す繰り出す宮口オリジナル学習法ということでねえ条文ごとにあの過去問出題状況を配列し出題頻度がね一目でわかるとええでこれね今私のところにね あ,のあるんですよちょうどさっきまで授業をやっちゃったからねすごいですよこれちょっとねこれこれいってみましょうかねこれわざとねちょっとあのこれかなりあの,のノウハウ的な色彩が濃いんでちょっと待ってねあ,あどういうふうにするといいかなこのこれちょっとのうんもうちょっとぼやっとしたいんだけどね やってくれよ何かいい方法あこうすればいいんだほらこれね、えー、スプレッドシートなんですよねぼやっとして見えないでしょい,いいんです見えない方がノウハウだからこれである条文からある条文までまとめてるんですけどほらスカスカなところと密度が濃いところあるでしょ、うん、この辺密度がすごいですよねだからやっぱり皆さんがねあの私のこのスプレッドシートを見て この辺のはあんまり勉強しなくてもいいなみたいな感じでその勉強のその傾聴条文ごとにそのメリハリをつけて勉強するということの目安がああの手元にあることによって効率的なな勉強ができるようになります、ね、それは全部やった方がいいんだよ。全部やった方がいいけど受かればいいんだよな。 全部やらなくても受かるんだよ。と、うんはい、いうことでこのねスプレッドシートはね素晴らしいものがありますよ。これはねあのパテントマップって知ってるあの実務のそれを勉強に生かせないかと思って俺が編み出した手法です。パテントマップってあの企業の,あの技術分野をね調べるんですよ。だあのその分布そうするとほらすげえ出してる分野とスカスカな分野があるじゃん。 でこのスカスカな分野をこうやってないからあの他の企業に負けるんですよとかアドバイスできるんですねはい難易度ねうんでねこれあのちょっとオレンジに塗るけども、えー、そのステップ3まであるんですよねちょ,ちょっとこれ見せられるかなほらちょっとノウハウだからねちょっとこ,こ,うこのぐらいは見せてもいいかな俺が邪魔やね ほらステップ123ってあるでしょ簡単中,中ぐらい難しいみたいなねで簡単な問題はあの私ねあんまりやらないですなんでかというとあの全部やってるとね終終わらないんですよ終わららなないいんんでですすよだからあの皆さんがこれ質問してくるだろうな的なあの条文に焦点を絞って解説しますからねだからそういった意味ではステップ23 時間がないというもうステップ3だけ解説するというステップ1はまあねアホでもわかるような問題なのでまああのわからない人もいるんじゃないかということに対してはあの地蔵の解説を見ればわかるようになってますであとね知識の穴となる出題頻度の低い条文はあのミアレジとオリジナル問題集で補うことができますでねミアレジっていうのは あのー、もちろん宮口レジュメの略なんですけどもねうん宮レジはどういうもんかっちゅうとあこういうもんだよという宮レジでそうやね、あのー、まあ一条から順にね、えー、やってるんですよ。ね語呂合わせも結構ふんだんに取り入れてるよ今見てみようか。ほら、ね、こんななの出ないけどね 出ないから授業でやらないんですけど一応さ自然理偽装高度のものみたいなね、うん、これ口述役に立ちそうやね自然理偽装高度のものねいいやい今ね改めてやってるんですけどああなかなか気が利いてるなと。で物の発明のね実施の定義なんてねほらああ私がの得意とする、ね、語呂合わせもねふんだんに取り入れてますよ「世詞上ゆゆもね。 ああでほあの単純方法はねもうベタに覚えるしかないんですよ特に語呂合わせも何もないですよこれは短すぎるんだから方法の使用だけでいいじゃないですか。ね、で3号はものを生産する方法の集め、ね、これはねこうやって覚えます2号ほか号に掲げるもののほか生物生産したものの市場ゆゆもね2号ほか生物市場ゆゆもって覚えればいいですね。えー、どうですか でところどころにねあのこういう過去問も載っけておりますと、うん、はい、えー「念のため実施の概念に関する問題をいかに掲げておく」「29年の後の葉」。 特許権者が事故の特許権を侵害する製品を製造譲渡輸出しているもの括弧侵害者に対し侵害の停止を請求する場合侵害者が当該特許権の侵を侵害する製品を製造していることだけを立証すればその侵害者に対して侵害品の譲渡輸出の差し止め必ず認められると。そのとこや、ねうんとねあの 新会社が製造するところを立証すればそれ製造だけを立証すればはい青間違っているところねその新会社に対して輸出譲渡や輸出の差し止め必ず認めると罰ですよねでほら解説が古言になっちゃうと、はい、特許権の功録上各行為はあそれぞれ独立であるとする実施行為独立の原則によればあ製造譲渡輸出 差し止めたければそれらの全行為につき、えー、侵害の立証が必要であると、ね、こういう解説もバッチリ。であと判例もね、えー、必要に応じてねほらこれ何事件ですか生理活性物質測定方法事件 E ナイロンのカリクレインねうんこの本判例のキーワードはね 名分上、判然と区別され与えられる特許の効力も明確に異なる。ですよみたいなね重要判例キーワードも教えてるということなんですよ。はい。それでね、あの、ちょっと皆さんね、えー、私が今ね、何種類かこの色を塗りましたよね。蛍光ペン。はい。これ、皆さん必要な蛍光ペンね、7色で最低限。ほら。ね。まず私の他の他 授業でもそうなんですけどこのピンク赤オレンジ黄色緑青紫これがあれば大丈夫です揃えてくださいねええええ大体あの揃いますよまあ結構ね専門的な文具店に行かないと赤とか意外となかったりするけどねうんであとはね青ペ赤ペンと青ペンと黒は黒がないな 黒,黒が意外とない黒ね、まあ、これも普通に必要ですね,ね黒ペン青ペン赤ペンねうん定,定規まとうよ定規ね、はい、そしたら大体ついてこれるわあ,あでまず色の説明しました、はい、じゃあ次にですねあのー、ちょっと勉強方法に 役に立つ話をしましまょう皆さんねあのー、基本的にこれさ予習はどうするんですかっていう質問があるんですよ。でその時にあのー、これ教材書いてますかね教材。あ書いてますね。えー、っとはいえー、授業で使うものは 私は授業で使うものは基本的にこの3つです。スプレレッドシートとミアレジとミジ解説冊子だけしか使いませんええー、基本的にはこの3つです。ね。ちょっとあ,のあれ、塗っといてもいいかな。ピンク、それこそね。色分けすると分かりやすいね。「ミアレジ、解説冊子」。この3つだけですよ。授業で使うのはね。それで あの問題冊子はこれ皆さんが自主的にやると、うん、これはねあのそうですね、えー、自主的に使ってください皆さんが自主学習に、えー、自主的に使用してください、えー、であの基本的にはねこの解説冊子にあの全て、えー、載ってますから。 あこれほらあの2乗から順番にね乗、えー、ってるんで、うん、さっきの2級の5はここにも乗ってるんですよ結局。2級の5は、ね、でここから順番にさあの特に初学者でもできる勉強法ってもうあの問題と解説を一緒に読みながら進めていくとそしたら気が楽でしょ なんか正解しないといけないという強制観念に取られることなくねあの何ていうのかなこうあるいはまあちょっとぐらいこう隠してもいいけどねええー、あの、まあ、例えばさここに白い紙がありますけどね単純にも白い紙をねこう当てながらこうやっていけばさね自分でもこう確認できるじゃないですか。 もうこれ必ずが罰やろみたいなね感じでやっていけばやっぱり罰だなみたいなねでその時にこれは簡単だなみたいなやつはねもう超簡単みたいな A ランクとかつけていくんですよ。ねほらこれです超簡単。で超簡単っていうのはねどういうあのレベルかというとまず丸○×がわかるそしてえ根拠も言えるみたいな。 ね、根拠っていうのは根拠条文とかまあ判例だったら判例とかまあそういうレベルですはいで次にねえー、っとこれはどうしようかなオレンジヌーか簡単単たんじゃないよ簡単だからねええー、あのー、これはね丸×は分かるけど根拠はちょっと分からんなみたいなやつねええー、×はもう絶対自信あるとただちょっと根拠が言えないなぐらいは B ねうん にしておいてください。うん。で、あの私はやっぱ A が理想だと思うんですけど、あの特にね下三砲だと俺でもあの根拠充分言えなかったりするんでね。あのまあ B でも受かりますよ。あのまあ究極全部 A か B のところまで持っていけば受かるんです。はい。じゃあねこれどうしようかな。ちょっと自信がない。うん。ちょっと自信がない。 なんか黄色で塗りたくないよねあんまり良くねえから青うんいやいやな長男ま,まあいいわあのもう青で塗るわちょっと自信がないとええこれはねもうあ,のあれですたとえ正解したとしても C にしといてくださいもう迷ったら <laughs> たまたまその合っててもうれしくとも何ともないですよね もうちょっと自信ないなあっていう問題はもう C にしておいてくださいそれが結果的にあっとってもねうんこれ D っていうのはディフィカルトの D ですよねスカルプ D の D じゃなくて A ディフィカルトの D ですこれはもう分かるでしょ例えばねあのちょっと待ってね D をつけたやつがあるからどっかああこれほら見てくださいこれねあのステップ3にも分類しますよ難しいからね でこれね難しいんですよちょっと4番ぐらいねあこれいろんなっていうのは事業でこういうふうになるよみたいなイメージになるからいいでしょねちょっと見ようか平成11年2月24日水曜日に特許権の設定取るかされ、A、特許権の存続権の延長取るか内とした場合における特許権の存続権の満了日が平成20年1月24日木曜日である特許について A 特許権の存続権の延長を登録をすべき無礼の査定括弧、えー、延長期間は5年のあ当本が21年の1月23日金曜日に送達されたこの場合、えー、特許料は2年分を一時に納付しなければならない、えー、ただし特許料の追納は考慮しないものとするほらもうな,なんかもうよくわからないよねもうだからもう D か E なんですよもう D でも E も変わらんですよ、うん、だから同じ色であのー ね、紫で塗ります青よりもひどいということでねこれは難しいっすよねこれあのイプシロンでもいいからねもう俺はいいというよりイプシロンだと思いますねうんイプシロンってわかるこれです はい、それでね、あのー、皆さんねもちろんこの4番難しいから「D」か「E」って書いてますけど「イプシロン」って書いてますけど解説もねまあまあほらあの普通のよくありがちな解説じゃなくてなんかこうねっ、えー、俺,俺なりのオリジナルな、あのー、解説になってるんですよ。でそれでもちょっと分かりにくいだろうと思いますんでこうやって授業中にねこうやってほらあのー「板書で」で板書でもちゃんとやっちょるとほらい「いっ イプシロンの問題ね、うん、わる例えばねこれね、まあ、解説をするとね存続期間があの平成20年の1月24日なんだよ。だからここでね満了するんですわ。ちょっと青で塗ろうかほら。ねそうするとちょっとごめんね黒くなってそうすると逆に出願日はねこれ20を引くと。 1988年の1月24日ということは分かるんだわ。うん、でこれ設定登録日が平成11年だから1999年にこれもピンクでいいです。設定登録されていることは問題文から分かる。ね。これ平成11年の2月24日に設定登録がされて書いてるからね。うん、であとはね。 その何年分納付してるか地道にこうやって書くんだよほらねそうすると1年払ってる2年3年4年5年6年7年8年そう9年の途中で死んでるから9年までは払ってることになるんですこれああねで延長登録査定等本がどこで来たかというとはいこの辺で来てますえー、2009年の 1>, お1月23日にねそうするとやねあのそっから30日っていうのは、えー、2月の22日なんですよ。それまでに第10年分を払いますほら第十年分をほら。ねそして、えー、次の11年分っていうのは。 またもやですねこの設定登録日毎年やってくるこの設定登録日が納付期限になりますからあのその時に第11年分を払えばいいんですよほらねわかりますあこれちょっとピンクで塗った方がよかったな本当はまあいいです、うん、ちょっとピンクで塗らないといけない理由がありましてねあのー ま、黄色で塗っちゃいましたけど、うん、まあいいですとりあえずこういうふうにしていけば、あのー、分かりやすいでしょあだからこれ一時に納付しないといけない一気に納付しないといけないとそんなことになかったらねもう一回言うよ第10年分はこの2月22日までに払えばよかった。ああ第11年分は2月24日までに納付すればいいからあの一気に納付する必要がないわけですよ。ねでもここはめちゃくちゃ難しいやろ そこでミアレジ登場ですそこでででミアレジ登場ですでこれってね108条の知識が必要なんですよ182項のそれで「ミアレジ」登場ねいいですか「ミアレジ」のね108条あ皆さんね詐称制度もバッチリだよ詐称制度もほらねミアレジでバッチリだからうんそれでねこれだちょっとまあ見といてくれ。 なこれはあのミアレジの68ページなんだよね、うん、それでねえーまあ、ちょっと問題が2つありましてですね、えー、4月25日に延長登録査定討本が来たと2020年のそうするとね多分この辺なんですよ適当だけどこの辺かな4月 うん、そうすると大体納付期間って30日だからねこうちょっと目分量ですよ30日とそうするとこれ5月25日かな5月25日になるはずなんですよ。うん、で、えー、ほら書いてるじゃん5月25日までに11と12を納付すべきと11と。 12を納付すべきと。ねえー、であのじゃあ9と10はいらないのかというとこれはねここで満了してますからその満了の年を含む大満了日を含む年である第10年までは払ってるっていうふうに理解していいです。うん、なので結局この30日の間に。 えー、11年分と12年分を納せばいいです。ね、そして7月14日までに、えー、7月14日までにまたほら、あのー、13年分ね、えー、これまだ払ってませんけどいずれ、えー、納付期限がね迫っております7月14日までに払えばいいわけです。じゃあ今度はね6月30日パターンねこれ難しいですよ。 これはね、えー、皆さんちょっと直角で表しますけどね多分6月30日ってこの辺なんですよ。この辺です。だって7月14日はここですから。ねそうするとこれまたあ30日だとこの辺にこういう感じになりますかね。30日と。ね、そうすると6月30の次の日は7月1日ですから。 三十日となると七月三十なんですよ。ね、そうするとこの十、えー、各年分の末日である七月十四日をまたがってますよね。このまたがりパターンがこの百八条二項正書き括弧書きバージョンになるんですよ、えー。この場合にはですね、もう一気に十一十二十三を一気に払うことなんです。ほら。 十一、十二、十三ね。ほら黄色。ちょっとあのインパクトがないですね。黄色はね、わかりますよね。黄色。十一と十二と十三に向けて黄色をね、ビヨーンとビヨーンボルグじゃないですけど、ねそういう風にして、えー、理解すればあのそうです。私ねこの百八号は二号本ボピンクで塗ってるんですよ。いつも。 但し書きをオレンジで塗ってるんですよ。で但し書きかっこ書きを黄色で塗ることにしてるんですよ。ね。だからさっきの板書で、俺があの黄色で塗ったときに。これ百八条二項本文だから、ああ、これピンクで塗るべきだったなって、ちょっと後悔したという。そういうことです。え。どうですか、この連携プレー。そうでしょう。うん、だから、結局、この。問題でも、こうやって丹念に図をね。アナログ的な、この手書きの。図を書いて、さらに、ミヤレジもね。 それに相当するなんか基本ベースとなるようなあ,あのエクソサイズみたいなのがあるとねこれミヤレジ P68 ですかちょっと分かったそういうふうにしてこう進めていくからねいいでしょうんで差称精度もねちょ,ちょっとあんまりあの見せられないけどまあ適当にほら差称精度のあたりもバッチリって感じでしょ あ改正にも対応するとよ。どうね終わったはいそれで次にねあのー、これスプレッドシートあーこのこのねこれはもう皆さんタダで入手できるんだから見ていいですけどほら知識の穴21と222425出てないですよこれ。ええ。 オリジナル問題ですよねちょっとこれ小さすぎて分からんやろだからこれ見てくださいほらあこれ答えだ、うん、21条の問題ですよこれね問題121条の問題ねはいで22条も穴になってるね、うん、だから、えー、問題にはね22条の問題これああそして24条も穴になってるから24条の問題えー、これ26条 26の問題だねこれ枝子はほら青本26条から出してきてるどうですかこれでちょっと分かったでしょだから結局タンレボやっとくともう知識の穴がなくなるぞっていうことなんですよ分かったはいということで大体私が言いたいことはもう言い尽くしたかなという感じなんですええ であの小学者の人はこのさっきのあのランク分けがねあの最初は CD ばっかりだと思うよでもこう繰り返していくうちに AB になるからこのランク分けはねなるべくシャーペンの方がいいかもしれんあボールペンでもいいんだけどあの二重線で消したりせないかやろ、うん、まあ,あの消せるボールペンもあるけどねはいで究極的にはもう全部これになることが理想とねうん書いておこうか全部。 これれになれば受かりますうん。ただそういうことはねまず不可能ですお。俺ですらいまだにこういうのあるんだから俺ですら。うん。だからもうそうね8割9割ぐらいでもいいよ。うん。ねそれでねあのあとアピールポイントやね。うん。えーと。 と今年のタンレボなんですけど、普通さ消費税が上がってあの、うん、高くなったんですけど、ちょっと安くしてますこれ去年より。なぜなぜ安くしたのかね。これ私が損してるということです。えー、どういうことかというと、まあ受けていただけるはわかるんですけど、これねあのー、あれなんですよ。あれ書いてないね、えー。講義時間書いてないですか。 講義時間書いてないねじゃあ言いますけど2時間なんですよ1コマあたりええだからあ全15回ということはあ全15回だから 2, 2時間かける15回ということやね、うん、でこっちの方はあの9回だから2時間かけるまあ9回ということになるまあ下3方だからちょっと少ないですよで皆さんねはい これ,これはあの受けてからおあの皆さんが「あの何やこれ」って怒ると困るから逆に言うとくわこれ2時間なんですけど3時間講義だと思ってください。ええ分かりますか何が言いたいかというと3時間かける X でいくとべらぼうに高くなるんですよこれ講義代が、うん、だから私がもう3時間とか教えてます、ええ、もちろんあのちょっと早めに終わる時もあるんだけど 基本も3時間かかってます。1コマあたり。それを2時間の単価に抑えながらやってるんですよ。だからあのちょっとょ去年より安くなってます。ええええ、去年より。うん。ね。あとコマ数もちょっと減らしたりしてねなるべく皆さん、ね、こう負担がないように私もねあの工夫してますから。ええ。 まあだからまああの一コマあたりの講義時間は3時間の時もあるんですけどそういうからくりですから許してくださいねっ損してるのは私だけですよね皆さん何の損はないむしろ得してるんですよあ,あ先生2時間のところ3時間教えてくれてんだねっつって,ってあのそう思っていただくとありがたいですねええはいまあそんな感じですで両方申し込んでいただくと1枚お得なんで ななるべく両方がいいかな、うん、だってねよくあのちょっとあまあ上4歩だけ取ってさあの結局後で下3法取るしゃるんだよ。<laughs> そうそう逆に損だからさもう両方取っても、はい、お得ですよ。ね。1万やるといろいろできるよ。ね。はいまあそんな感じですかね。あとは言い残したことはないかな。 まあ,あととは視聴期限に気をつけてくださいと販売終了日は来年の5月だけど、ね、担当試験がほら5月にあるだろうことを想定するともう今のうちからやっといておけよ、ね。レックの担当体系別を待とうという人もいると思うんだけどまだ、ね、年内はちょっと厳しいと思うよ年明けになると思うからそれだったらもう単レボでどんどんやっていっておけよ、ね。革命を起こそうぜ。であの 実績は、まあ、もちろんいっぱい出てるんだけど特に私が、えー、インパクトのある受講生が一人おりましてねあの1年目に30点取って2年目に27点で3年目に9点になっちゃった人いるんですよ。えー、でなんでそうなったかというと1年目に落ちはしましたけど30点取れたからなんかめてかかってたらしいんですよ。なんや弁理試験の担当ほとんど勉強戦で30点取れるわっつって。それでなんかまあ 実主的にやっとったんだけど取れなくて俺のところに相談来て、ね「入門からやった方がいいぞ」って言ったんですよ「急転はひどすぎるわ」っつってで本人はね「あの嫌だ」って言うんです、ええ、だって3年も俺は勉強してるのにあの入門生1年生とこう型を並べてやるのが嫌だって言うんですよそこで私はこれを勧めました「これだったら現場に来なくていい通信で自分だけの世界で勉強できるからこれやりなさい」と「はい」 でこれをやってあの試験に臨んで何点だったと思います43点で合格しました。え、ンレボだけでその人は、うん、だってあの入門講座とか期間講座取るの嫌だっていうからさね、ンレボだけで、えー、43点、うん、で受かってますでちょ,ちょっと論文,論文がほらまだ今年結果がわからないから論文も受かればね多分合格体験記に「単レボ本当に良かった」って書いてくれるんだと思いますけどね。 9点から43点に伸びたんだから何年か勉強してる人ではあ,るあったけどねはいまあそんな感じですはいじゃあ皆さん「担当レボリューション」そういうことでねあの非常に私としてもおすすめの担当対策講座過去問ベースとしたね担当対策講座なんで是非受けていただければなと思います略して「ンレボ」ですからねはいじゃあ皆さん今日は この担当レボリューションのプロモーションビデオを聞いていただきましてありがとうございます。はいどうも